You guys aren't seeing out there, but I sure am in the park. Is this best? Is this crazy? When you come down into the stadium, you just hear a wall of dust. You can't see anything. レスタージュ、ようやくジャンプへと向かいます。We are coming up to the jump. ファウストはマシン20台分ほどリード。フィニッシュラインまであと少しです。レスタージュも坂の上にいます。ファウストが先に下りに差し掛かる。またしても残念な結果となりましたね。後ろから追う立場に立たされると残された時間の中でリスクがあっても無理して挑戦しなければなりません。残念ですね。坂を登りペーブメントへ、そして再びスタジアムへ戻ります。今回はドライバーが進路を間違えるハプニングが続出しています。まともにフィニッシュしたのは数人でしょうね。タナーファーストが勝利のドーナツスピンです。タナーファースト、ラリーカー決勝進出を決めました。レスタージュはこのマシンではチャンスはないと話していたんですが、ここまで勝ち進めたんですから、まあ満足でしょう。まあ自分でも驚いていることでしょうね。ファーストはカリフォルニア出身。キャピストラのビーチからたくさんの友達が応援に駆けつけています。非常に才能のあるドライバーです。ドリフトの世界でも活躍してきましたし、他にも数多くの伝説を残しています。いつかスポーツカーレースにも参戦してほしいものですね。そうですね、まあ、近いうちにタナーファーストのサーキットでの雄姿が見られるかもしれません。楽しみですね。この名前覚えておいて損はありませんよ。ではリプレイをご覧ください。ジャンプを完璧にクリアしていますね。スムーズです。激しい土ぼこり。決勝の前に水をまいてほしいもんですが、そのような時間はなさそうです。太陽の光、そして土ぼこりとの戦いでもありますね。このスタジアムは東と西に面していて、アメリカにある多くのスタジアムとは作りが異なります。何か訴えてますね。フロントガラスが汚れているんで拭いてくれと頼んでいるように見えますが、そんな感じでしょうかね。見事な勝利で決勝へ駒を進めたタナーファースト、その対戦相手の決まるもう一つの準決勝が間もなく始まります。 ACP とブライアン・ディーガンの戦い。勝った方が決勝でタナーファーストと対戦します。 ACP は過去に苦戦を強いられてきましたが、毎年負けずに X ゲームに戻ってきます。最近彼ほど大きく成長したドライバーは他にいません。ルーフに大きく文字の書かれたナンバー20のマシンが ACP、 ナンバー38メタルマレシャのマシンがブライアン・ディーガンです。さあスタートしました。メタルマレシャのブライアン・ディーガンは威圧感いっぱいの男。いいスタートですね。スムーズに坂を上がっていく。ディーガンリード。ディーガンがリードした状態でスタジアムへ。その差が開いていきます。 ACP はアスファルトでタイムをロスしたようですね。ストレートで持ち前の加速力が発揮されているのが分かりますね。ストレートですごい加速。ディーガンがジャンプします。オーバージャンプ気味でしたが悪くないですね。ディーガンがわずかにリード。リードしていることに気づけば少し力を抜いてミスをしないように注意するはずです。さあここから逆側の ACP を確認できます。リードしていることが分かったでしょう。ACP は追う立場ですからリスクを負って無理をしなければなりません。ディーガンは上り坂の分だけリードしています。そして滑りやすいアスファルトに突入。ディーガンはこのセクションは得意。練習ではこのバリアへの衝突が相次ぎましたが、ドライバーもこのセクションに慣れてきたようで今では誰も接触していません。ディーガンには柵を上がっていく ACP が見えたはずです。土ぼこりが舞い上がってますね。ディーガンの表情は真剣そのもの。はい、ディーガンのドライビングスタイルは特徴的です。右手のハンドブレーキを使ってマシンの方向を変えます。ハンドブレーキでマシンの方向を変えるんですね。そうですね、さあ見ていきましょう。ここですね。彼はハンドブレーキを使っているはずです。いや見事なターンですね。600馬力の四輪駆動車、いい音を出しています。ジャンプの間を通過。リードを確信していますから賢く安全なレースを心がけるはず。それにしてもものすごい土ぼこり。 ACP ジャンプへ。クリアしました。
そして柱の間を通過します。これはディーガンのオンボード。ディーガンは無理のないレースを心がけています。ミスに注意してフィニッシュすれば決勝に進むことができます。さあ狭いセクション、アスファルトの上にダートが積もり氷のように滑りやすくなっています。2台の差がよくわかりますね。さあディーガンが見えてきました。 ACP は全力を尽くしましたが追いつくことはできませんでした。 ACP です。ずいぶん迫りましたが、差が縮まったのはディーガンが注意深く走行しているためですね。そうですね。フィニッシュライン手前では差はわずかでしたが、勝利を確信したディーガンが賢いレースを見せた結果です。波乱続きのラリーカーレーシング、いよいよ決勝です。やっとミスのないレースを見ることができましたね。はい、今のレースではどちらもミスをしませんでした。さあ混乱続きのラリーカー、いよいよ次は決勝。ブライアン・ディーガンのジャンプをスローでもう一度チェックしましょう。見事なジャンプでしたね。モンスターマシンの70フィートジャンプ、アクション映画に出てくる車のようですよ。ディーガンは練習でバリアに接触しましたが、ドライビングスタイルを見直してミスを繰り返さず見事決勝に勝ち進みました。さあ残るレースは決勝だけとなりました。いよいよゴールドメダリストが決まります。ブライアン・ディーガン大健闘です。デスタージュを倒したタナーファースト、 ACP を倒したディーガン、X ゲームのラリーカー決勝はタナーファースト対ブライアン・ディーガンです。いよいよ決勝の時が来ました。ブライアン・ディーガンとタナーファーストの対戦です。ジェン・フォーシーはタナーファーストの隣に、クリッシー・ビーバスはブライアン・ディーガンの隣に座っています。Hi you guys, I'm here with Deegan and he is psyching himself out here. We are ready to go. ブライアン・ディーガンは自分の庭にトラックを作ってこの日のために練習を積んできました。そのトラックにはもちろんジャンプもあります。さあいよいよ決勝、ゴールドはどちらのものに。楽しみですね。はい、さあスタート。ファーストがリードしているようです。わずかにリード、ファーストはナンバー34、ディーガンはナンバー38、今のがディーガンですね。並んで坂を降りてきました。土ぼくれを上げています。大回りになりすぎないように注意。ファースト、そしてディーガン、2人ともうまくターンしてました。ほとんど差はありません。ジャンプもスムーズですね。ファーストがジャンプを終えました。ディーガンは柔らかいダートに入り込み遅れを取ってしまいましたね。ファーストはスムーズです。おっと、We've gone the wrong way. なんと、ブライアン・ディーガンがコースを間違えてゴールドメダルを逃す結果となってしまいました。いやー、レッドフラッグが振られます。いやー、残念ですね。いや、まさに悪夢のような展開です。その通りですね。やっけない幕切れ。勝ったタナーファーストもこの表情ですよ。ジェンに話を聞いてみましょう。 That's crazy. Tanner's got a ton of reaction going on here. He's excited to get the gold, but man, he didn't want to get it that way. 観客や視聴者にとっても残念な結果となりました。どちらが勝っても不思議ではない接戦を繰り広げていただけに残念ですね。This is the third time it's happened. It's hard as a co-driver not to tell him where to go.来年からはまたコードライバーが必要になるんでしょうかね。そうですね。この助手席にいる彼女たちにリポートしてもらうっていうのは X ゲームならではですからね、ですからそうなると残念ですね。コードライバーだとしたら今回のミスは彼女たちのせいになっていたでしょうからね。コードライバーの仕事は責任重大です。
それにしても決勝は予想もしない結果となりました。ブライアン・ディーガンのメダル獲得数は通算9個、今日また1個メダルを獲得しました。ブライアン・ディーガンは X ゲームでこれまで長い間活躍を続けてきました。彼のリアクションを振り返ってみましょう。悔しくてたまらないはずです。そうですね。混乱の中、ゴールドメダリストが誕生しました。Focused and determined than ever before, Tanner Faust taking a gold medal since 2007. Tanner, you had said earlier to me this afternoon, this is one year that you wish that you had a co-driver more than anything. You guys were having some problems navigating today. How confusing was this course? It was pretty tricky to get, figure out how many times you had to go through these concrete pillars. But to be honest, I wanted to do it again. Brian, what do you say? Do it again? I'm ready. Take us through how bad the sun and the dust and all the elements involved. Yeah, I mean, this track is pretty awesome. The dust, you make your own basically little cloud of dust here. And so it's so hard to find your way once you get out of the turnstiles and you get down back onto the track. But hell yeah, that was awesome. Did this gold medal come down to who made the most minimal amount of mistakes today? Yeah, it's a, you know, you see those, the freestyle guys visualizing the what they're going to do, and even like gym guys, and you had to sit in the car and visualize where the road went and where your turns were, because it was just so complicated. Congratulations on a well-deserved victory. Thanks. Paul, back to you. Yeah, 2人の再戦見てみたいですね。そうですね。ミスのないドライバーが勝つと言われていましたが、ドライビングテクニックよりもまずはコースを間違えないことが大事なレースとなってしまいました。しかし X ゲームラリーカーレーシング大いに盛り上がりました。 X ゲーム2010ではまたお会いしましょう。